ID125 です。カスタムされてますね。前に他の動画で紹介する動画を撮るだけ撮って気が向いたら編集しますって感じで言ってたんですけど、まあ、気が向かなかったですね全然気が向かない、やる気ないって感じなんですけど、それはそれとしてもう削除しちゃったんで、またこれを違う感じで紹介しようかな。これヤマハの YD125 って言って、ベースはビジネスバイクってやつなんですよ。ホンダだと CD ベンディだとか、スズキだと K125 だとか、まあ、株の親戚みたいなやつです。丈夫で壊れにくくて、まあ、燃費もそこそこで、でまあ遅いで株みたいな感じで、こうシフトペダルもやっぱり俺の好きなこうシーソーですね。ロータリーではないです。ニュートラルから一速入っちゃった、一速二速三速四速五速って上げて、こう踏むことで上げていきます。まあ、これ今この動き見てね分かると思うんですけど、下げるときは4速、3速、2速、1速、ニュートラルって、5速から次にニュートラル、1234ニュートラル、1234ニュートラルって言うと循環するじゃないですか、ギアが。それはロータリーって言うんですけど、これはシーソーなんで、行ったら、最後まで行ったら5速までトップまで行ったらもう行きっぱなしで、これ以上何も起きないです。ニュートラルに戻すには5回踏まなきゃいけない。ガチャ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 結構だからガチャガチャ言いますよ。まあリターン式、普通のバイクのギアの向きが逆って感じです。だから一応こうもできますよ、やろうと思えば。でもこうすると下がっちゃいますけどね、3速から2速に。まあ慣れですかね。俺はこういうのが大好きです。靴を痛めないんで。もっと言うと前のオーナーが多分これが嫌で改造してこっちだけにしてたんですよ、先端だけ、こっからここまでのやつ。でも俺は中古のヤフオクで純正のこのシーソーペダル用のYD125 のシーソーペダルを落札してもらって、バイク屋に。で、納車するときにこっちに付け替えろって付け替えさせました。それぐらいこれを重視してる。バイク選びはこれが大事。まあ、いきなりそのギア店の話がしなくてもいいか。ルックスの話だな、普通は。そうですね。パッと見はだから、いわゆるその辺の他のビジネスバイクと同じような感じです。中でも俺がこだわってるのが、このメッキタンクでこのゴムの2タンクのパッドがついてるやつ、このレトロなクラシックな装い。まあこれも89年式とか1989年式とかなんで結構もう古いですけどね。もっともっと古い昔のホンダの、例えば CB いくつでしたっけ、 CB72 ですか、ちょっとうろ覚えなんですけど、昔の浅間高原レースみたいな、あの時代の頃のやつとか、もうちょっと後の70年代とかの昔の古いバイクあるじゃないですか。なんか頭髪じゃないか、なんだっけ、なんとかっていう昔作ってたバイクメーカーたちがいたね。こういうのが好きで、昔のこういう風にオプションでこういう風に付け替えてなんとかするとかじゃなくて、あえてこの元からこういうデザインってところに俺は惹かれてます。それを選んでるやってる、オリジナルの方が好きなんで俺は。ただあの SW1 があの純正でもトータルのバランスがいいバイクなんで、セカンドバイクはちょっとカスタムしたいなと思ったんです。でまあ125でいろいろ考えて、人が乗ってなくてカスタム多少できて、でなんか好きな外観で、でも125だけど安くて壊れなくてとかなってるとこれになったんですね、 YD125。 まあ珍しいっすよ。で俺はそれをその昔の浅間高原レースの時代のバイクみたいに改造したかったんですよ。浅間火山レースですか、昔のね、バーハンドルの一文字のハンドルで、カフェレーサーみたいにステップは後ろじゃなくてあえて真ん中で、フラットシートで
ていうふうに思ってたら、ちょうどその YD125 が、のが、うまい感じでこうやってカスタムされたのが出てきたんですよ。俺が見始めた頃に、すぐ、探し始めて YD125 にしようかな、それとも E ハトーブにしようかな、とか、いろいろ考えてた頃にちょうどこれが出てきて、もう YD125 なんて俺が検索した時、全国の販売店で 3件ぐらいしかなかったんですよ、グーバイクで。沖縄と大阪と東京みたいな。で、たまたまその東京がこれだったんですね。で、実車も見に行けるし、そのマイナーバイクなのにね、実車も見に行けるし、カスタムもいい感じでしてあって、お得なんじゃないかと思って、いろいろ考えた結果買いました。効かないですけどね、このマフラーも、キャブトンマフラーっていうんですかね、こういう形のよくあるやつですね。に変わってました、元から。多分自分で溶接したみたいで、ここになんかすげえモリモリモリっていう、もう、がっつり溶接した、頑張ったなって感じのが出てます。これね、今、おっと。ナンバーが見えちゃうんで、隠してますけど。このね、これとか、このもっさりしたこのフェンダー見てくださいよ。これがまたね、昔のバイクって感じで俺はいいです。ダサいけどね、かわいい。今日ね、朝雨降ったんですよ。まあ気持ちよかったんですけど、濡れてね。で、今乾いちゃったんで、雨じみっていうか、この汚れが今すごい汚いです。まあ別にいいか。ウィンカーはもともとオーナーが買えてたんですけど、なんか塗装がハゲハゲだったんで、自分で安いのに買いました。シートも前のオーナーのとは違って俺が買いました。 SR400 用のシートがそのまま流用できます。ほぼちょっと工夫すればすぐつきます。なんかフレームが同じらしいですよ、 SR と。まあ、こんな感じですかね。前のオーナーがね、こうやってハンドルもいろいろ変えてて、このミラーの穴とかも溶接で埋めてて、で、埋めたミラーはどうしたかっていうと、このバーエンドミラーっていうのかな、ここじゃなくてここについてます。あとこのメーター周りも見てください。いろいろスイッチ類とかをひとまとめにして、なんかこういう自作したっぽいやつでまとまってます。シンプルにこのメーターがまたね、200何十キロまで表示されてるっていう出るわけねえだろっていうね、メーターなんですよ。 YD125 で200キロが出るわけがね、クソ遅いですからね。 YD 低速のパワーはそれなりにあるんですけど、まあ初速の加速が遅い。最高速はまあそこそれなりに伸びるんですけどね。あとこの風切り板って言って、昔のイギリスの昔のバイクとかはここにこうやってナンバープレートをこう何何何の何何何みたいな感じでナンバーになってたんですよ、ここが。それを模したこの風切り板を前のオーナーがつけてました。だからほぼ全部前のオーナーがやった感じです、カスタムは。俺はほぼ何もやってません。クソほど安い1個500円ぐらいのウインカーに変えたのと、自分でなんとかね、失敗しまくりながら。あとシートをフラットにしたかったんで、フラットにしたっていうだけですかね。こんな感じですよ。このね、ホーンとかももしかしたら変わってるかもしんないです。あとここね、ここなんか、ここに本当はヤマハ、これもシールなんですけど、この裏にヤマハって入ってるんですよ、本当は。だけど前のオーナーが、どうしてもイギリスの昔の60年代とかのバイクですかね、50年代とか、そのイギリスのクラシックのバイクに似せたかったみたいで、ヤマハっていうのを隠したいがために、ここにスズキの GSX かなんかわかんないですけど、DOHC っていうそのダブルオーバーヘッドなんとかみたいな、そのエンジンのなんかの、なんていうんですか俺も詳しくないんでわかんないんですけど、そのエンジンの種類のを指し示す名称、こういうエンジンですよっていう、DOHC ダブルオーバーヘッドカムシャフトだったかなんとかっていう、全然ダブルオーバーヘッドカムシャフトじゃないっていうのは詳しい人が見れば一発でわかるのに、それを差し置いてでも DOHC っていうシールを貼ってヤマハっていう刻印を隠してたんですよ。そこまでしてヤマハを隠したいのかと。でもかといって DOHC って書かれてもちょっと辛いんで、俺はさらにその上から銀テープを暫定的に今貼って隠してます。
これもでもダサいんでどうにかしたいんですけど、これが剥がれなくて、もう長年の粘着力で全く剥がれなかったです。あの工具とかでビーンってやったんですけど剥がれませんでした。これは原付2種シールとかはすげえノリでくっついて剥がれなかったんですけど、ウィーンってレンタル工具でウィーンってやって剥がしました。でもこれは剥がれなかったんで銀テープで暫定的に隠してます。 DOHC っていうところをよく見ると浮き出てきちゃってますけど、前のオーナーの気合を感じるのはそこだけじゃないんですよ。見てくださいこれ、見えるかな、ベロセットイングランド。これがさっき言ってたみたいな、そのイギリスの昔の古いあった昔のバイクメーカー、イギリスの。俺は知らなかったんですけど、元のね YD125 は普通にヤマハってこうやって書いてあるんですよ。ヤマハってアルファベットでね。だけどね、それをヤマハってでもなんか嫌だったから、あのヤマハの音差のマークあるじゃないですか、ヤマハのマーク、あれのエンブレムに書いてやろうって俺はこっそり思ってたんですよ。でもいざ見に行ってみたらなんかよくわかんないエンブレムついてる、なんとかイングランド、なんだよそれと思って調べたら、どうもそういうこういう感じの似てるベロセットっていうね、昔のバイクのメーカーのエンブレムをなんとかここにつけてるんですよ。でそのベロセットでいろいろ検索してみると、へえこういうバイクなんだとか、確かにちょっと似てるんですよ雰囲気は。違いますけどね、違うけど、あのショップとかで頼んでかなりポーンって似せたんじゃなくて、前のオーナーが地道にね溶接、雑な感じで溶接したりだとか、この200何十キロ表示のメーターをデザインのためだけを優先してね、240キロ表示の無駄なメーターを小ぶりがなんかの頑張ってこうやって差し込んでたりしてね。いや200何十キロで表示してあるからね、60キロとかでかこんなもんですよ。ちょっとしかメーターが60キロぐらい出しても、だから全然ね体感的に余計遅く感じてイライラするんですけど、そうやってねいろんなところにね前のオーナーのね努力っていうかコツコツやったんだなっていうのが、あのショップと比べたら完成度、そのベロセット風の完成度はそんなに高くないかもしれないんですけど、その前のオーナーの努力がに胸を痺れまして、じゃあ俺本当は日本のね昔の60年代とかのバイクのような感じに似せたかったんですけど、前のオーナーがそこまでそっちのイギリス風にしたかったんだったら、じゃあ俺もとりあえずそのまま乗りましょうと思って、このエンブレムは生かしてあります。前のオーナーはここのシートのケツのここの部分にあったヤマハっていうやつも無理やりなんかテープみたいなのこうやってスンとか言って貼ってヤマハを隠してたんですよ。もう至る所にヤマハを隠してた。なのでじゃあ俺も隠してあげようと思って、本来はここに YD125 っていうステッカーが貼ってあったんですけど、その YD125 っていう部分だけを外しました。ただこのタンクの形とか、このティアドロップ型のでかいタンクとかはそのままだし、このラインも元からこれも全然剥がしてよかったんですよ、こんなの。だからあえて残してます。俺の好みとしてはバキバキに原型のないカスタムもかっこいいなと思うんですけど、せっかく YD125 っていう珍しいバイクに乗るんで、ちょっと変わっちゃってるけど、見る人が見れば、あ、YD125 のカスタムじゃんってくすぐる、バイク好きの詳しいマニアをくすぐれる余地を残したかったんで、あえてその純正っぽいこのステッカーの名残を残してあります。あ、あれ、あのステッカーあれじゃん、あそこの YD15 って文字だけ削ってるけど、このラインは絶対そうだ、とか、このタンクの形とか、なんとかなんとかみたいなね。くすぐれ。分かった人いんのかな、いないだろうな。この間はね、信号待ちでね、こうやって待ってたんですよ、渋滞みたいなところで、トト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 みたいな。そしたらなんか隣にバイクがスーって来て、ああと思ったらめっちゃこんなめっちゃ見てくるんですよ。ああ珍しいからねと思って、そしたら話しかけられて、やっぱりこのバイクなんて言うんですかとか言って、で、ここのエンブレムも見てたんですよ。イングランドって書いてある。あ、違うんだよ、これはと思って。あ、これはですね、ヤマハの YD ってやつなんですけど、前のオーナーがイギリスのバイクに似せたかったみたいで、このエンブレムがついたりして、全体的にカスタムがされてますよって
言ったら、なんとかかんとかで、なんとかかんとかかんとかって、ここでめちゃめちゃ喋られたんですよ。で、もう青になってるんですよ、目の前。で、俺は左に行きたかったんですけど、彼はウィンカー出してなかったんで、まっすぐだったんですよ。で、ここが交差点だとして、ここね。で、もう青になってから車が動いてるんですけど、彼は思いっきり真横向きながら、なんとかだ、なんとかって言って、俺もよく聞こえないし、左出したと思って、あ、はい、はい、なんとかなんとか、うんうん、なんとか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 、ここ、もう、分かれ始めて、道を分かれてんのに、ここでまだなんとか、なんとか、なんとかって言ってましたからね。どんだけバイク好きなんだよ。面白えよ。まあ、やっぱ珍しいバイク乗ってると、そういうのはよくありますよね。あるあるですかね。まあ、こんな感じですかね。キックもついてるけどセルもついてます。だから安心ですね。キックスタートだけだとね、冬場汗だくになってキックしなきゃいけないんで、昔はそういうの乗ってましたけど、安心ですよ。やっぱセルは楽だし、かといってキックがあるといいし、両方あるって最高ですね。まあ必要ないのにわざわざキックスタートしてるでかけるときはザラにありますよ。カッコつけるだけですけどね。ブーンみたいな、まあ、キュリキュリキュリブブブブよりはね、みたいなね。まあそんな感じですかね。このチョークワイヤーがダメだったんで、他の車種から、一から工場で作ってもらって、このワイヤーね、外注して作らせました。ちょっと余ってるけど。ハンドル変わってるからね、ちょっと余っちゃうんだよね、ケーブルが。まあね、とにかく遅いです。ただ、最高速はそこそこ出ます。速くはないけどね。その最高速に至るまでが遅い。なんだったらシグナルが青になってからの何十メートルか、普通の原付 50cc の方が速いです。泣けてきますよ。別にかっ飛ばしてる原付じゃないですよ。普通にブモーンとかやってるやつ、このだって抜かれてきますからね。まあでもビジネスバイクなんてそんなもんなんじゃないですかね。キャブレーターって言ってね、昔のバイク、今のバイクと違って、まあキャブレーターっていうのがあるんですよ。ここに混合機を、今のバイクは多分コンピューターが自動でそのガソリンとの濃さっていうんですかね、簡単に言うと。俺も詳しく分かんないんですけど、説明できるほど。まあ、ざっくり言うと、そのキャブレーターじゃない最近のバイクはコンピューターで自動でうまいこと調節してやってくれるメカがあるんですけど、昔のバイクはキャブレーターって言って、こう比率をあらかじめ決めておいて、その濃度でこうガソリンを噴射するみたいな。これなんて説明したらいいの、分かんない人に。俺も分かんないのに、さらに分かんない人に説明するってハードル高くね。そうだな、なんて説明したらいいのかな。ですね、今は例えば食堂の、食堂のおばちゃんマシーン2号が現代のバイクだとしますよ。そしたらこれ大丈夫かな。食堂のおばちゃんの2号は最新型なんで、あのピッピッてこうカメラ内蔵型なんで、なんでっていうかだとします。家庭の話ですけどね。そんな存在しないですけどね。当たり前にその存在するように言ってますけど、おばちゃん、食堂のおばちゃん2号はカメラ内蔵なんで、相手の体格とか、あの体脂肪率とかを瞬時にスキャンして、そいつに最適なご飯量を自動的にこう装うんですよ。次の女の子が来たらちょっと少なめ、次の女の子は本当は少なめなんだけど、もう登録済みでデータをね、この子は大盛りとか、こう自動的にこうペッ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 ってやってくれるのがおばちゃん2号だとします。それが今のバイク。じゃあ おばちゃん旧型1号初号機は今の昔のこのキャブレーターのバイクだとします。食堂のおばちゃん初号機はもう誰が来ようがもう一定のご飯しか漏れない。例えばじゃあラーメンをバンって、じゃあすんげえ辛い調味料をペッって最後に入れるのをおばちゃん1号やるとしますよ。よそった後にね、予想量も一定、辛い、めちゃくちゃ辛いのも一定の量、こんな夏に辛いの食いたくないよって時にもバチャって入れちゃう。だから1年中通して同じなんですよ。だからその場合によってはちょっとね、その比率が本当は変えた方が、その天候とか気候とか季節によってその配分は入れる予想量とかをね、本当は変えた方がいいんだけど、昔のキャブレーターっていうバイクは一定っていう感じですかね。食堂のおばちゃんでわかるかな。今急に思いつきましたけど、まあ、そういうキャブレーターっていうのがあるんですけど、そのキャブレーターを違うおばちゃん初号機、同じ初号機でもいろんな初号機があるんで、
違う形のおばちゃん初号機1号、ちょっとごしいからやめよう、おばちゃんちょっと離れよう、違うキャブレーターをここにつけて改造してる人もいるんですね。そうするとこのパワーがやっぱり上がって、あの加速とか最高速が伸びるらしいんですよ。であまりに遅いからそれやってやろうかと思ったんですけど、ブレーキがドラムブレーキって言って、今のバイクだと大体ディスクブレーキだとか、ディスクとドラム半々だったりするんですけど、これ前後ドラムブレーキなんですよ。でディスクとドラム、 SW1 はディスクとドラムなんですけど、ドラムの方があんまり効かないんですよ。詳しい構造は検索してもらうとして。なんですけど、まあ片方ドラムで片方ディスクの軽減があるんで、前後ドラムって思っても、まあ大したことねえだろ、なんとかなるだろうと思ったんですよ。そしたらまあ前後ドラムのブレーキだと本当にブレーキが効かない。ああと思って急ブレーキかけても、そのままずーって滑っていっちゃう。かけたらかけた分だけ効かない。本当にいつもの感覚でキュッとやってる、ずーってそのままずーって滑っちゃう。だから最高速増やそうと思ったけどやめます。やっぱ俺にはおばちゃん初号機はいつものおばちゃん初号機でいいっす。他のおばちゃん初号機はやっぱ慣れないね、制御不能になっても困るんで。叩き割らご飯を予想スピードがちょっと速くなりすぎて空振りしちゃっても困るんでね。まあちょっとこの例えが無理やりすぎてちょっと今困ってるのは俺ですけど、まあいいです、検索すれば済む話なんで、別に誰かに教えたいと思ってるわけではありません。まあそんなこんなでね、説明してきましたけど、このバイクの一番の嫌なところはドラムブレーキ、前後ドラムブレーキ。だから前、これは四国ツーリングの時に寄った、関西に寄った、来たね、関西に寄った時に京都伏見稲荷に思いつきで寄ったんですけど、そこで買ったステッカー、お守りステッカーだと思って買ったんですよ。そしたらまさかのマグネット式でびっくりしたんで、ここに貼ってます。交通安全聞くんですかね、コンコンってことで。愛車紹介、まあバーエンドミラー結構かっこいいですよ。まあ一見普通、 SW1 がめちゃめちゃ珍しいし、珍しいかどうかは知らない一般人ですら、なんじゃあのバイクっていうのは一発のバイクじゃないですか。だからあえて YD125 のセカンドバイクは、セカンドバイクもやっぱり誰も乗ってないバイクに乗りたいなっていうのはあったんですし、あとこういうペダル、シフシーソーかロータリーのギアチェンで誰も乗ってない125を探してて、珍しさがバレない、パッと見は普通っぽい。まあよくあるじゃないですか、こういうバイクは。それなりにパッと見はね、だから一見うーんぐらいで終わるんですけど、詳しい人が見たら、おいマジかよ、 YD125 かよってなるっていう。しかもさらに詳しい人が見ると、 YD125 にベロセットのなんだっけ、ベノムとかなんとかのエンブレムつけてんじゃんっていう二重のくすぐり。かっこいいバイクをかっこよくするんじゃなくて、そのビジネスバイクとかっていう、その昔のもっさりした、なんか言葉悪いですが、ちょっともうなんかかわい、なんかずんぐりしてるっていうか、もっさりしたそういうダサかわいいようなバイクをちょっとかっこよくしていきたいなと思って選びました。かっこいいバイクをかっこよくするよりも、そっちの方がなんか楽しそうだなっていうか、くすぐれそうだなっていう。俺もくすぐられるしね、乗ってて自分が自分でね、美学というんですかね、わかんないですけど、そういうのが前のオーナーの感覚と俺の感覚が多分近かったんだと思いますよ。前のオーナー見てる、俺が乗ってるよ、大事に乗っていくよ、わかんないけど、ちょっとドラムにうんざりしたら売るかもしれないけど、この最後にエンジンかけて音をちょっとやりますか。ウインカーついてなくね？うん。おいおいおい。はい。
セルもつきません。マジかよ。朝平気だったのに雨の中乗ってきたかな。なんかショートしたのかな。わかんねえよ。キックするとエンジンはかかる。でも電気は来てない。つまりどういうこと。わかんねえ。どっちゃんだっけ。手信号、手信号で帰れってことか。